もう全然めっちゃ使えるなと思いましたね。なるほど、なるほど。宇宙を感じました。ちょっといいですね。こんにちは、ヘランドショップです。こんにちは。今回はエリカさんと一緒に、今年出た、新型のサーキュレーターとか6商品ご紹介していきたいと思います。はい、お部屋に置きたいなと思うサーキュレーターをまたベスト3に作ってもらって、1個目はこちらですね。はい、これが基準になるような感じになると思いますが、3アップの DC ターボサーキュレーターです。丸くて可愛らしい、コンパクトですね。見た目も可愛いですね。そうですね。リモコンが後ろに付属されてるってことか。これで遠くからでも使えます。はい。あ、ほんまや。ちゃんと音何やピって。そうです、そうです。風が風の種類があって、あります。これ首振り？首振りもありますね。ありますね。首振りと縦振り？縦もありますよ。マジ？うん。ほんまや。なんかさ、すごくない？すごいですよね。そう、このコンパクトで宇宙を感じました。感じる。あ、ですか。すごい。なんか、なんていうの、衛星？衛星みたいな回り方がね。なるほどですね。確かに確かに。で、服ボタンもある。服が乾燥？そう、衣類乾燥モードで。はいはいはい、確かに。めっちゃ強力になった。そうなんです。めっちゃ暑い時は衣類乾燥でもいいじゃんってことですよね。あ、そうです、そうです。あ、どっちでも止まってくれるんだ、これ。そうです、そうです。どこでっていう高さが。はい。で、何よりこれ値段が実は先いっちゃうと6578円なんですけど、ちょっと安めなんですよ。そうですよ。サーキュレーターとして非常に安い方でも、11段階の風量と、それから衣類乾燥も、それから自動首振りまでついて、この値段みたいなところがすごい。安い。めちゃめちゃ安い。それはそうですよね。すごい。しかも本当に風の段階が選べるのがいい。いいですよね。衣類乾燥いいですね。タイマーもちゃんとついてるんだ。そうです、タイマーもついてます。はい、すごい。全然持ち運べるし。結構サーキュレーターとか扇風機で AC とか DC って出てくると思うんですけど、何のことやの分かります？なんで分からないです、そんなん。AC と DC ですね。なん分からないです。これが基本的には電圧のどういう直流なのか交流なのかっていう話なんですけど、シンプルに言うと DC の方が非常にいろんな細かい調整ができると。安定してるんで。これ DC。これ DC なんですよ。DC だから風量も11段階なんです。逆に言うと AC でつくものは大体3段階なんですよね。弱中強。これはその DC サーキュレーターかつ、あともう、リモコン、それでリモコンついてるって結構大きいんですけど、もう1個ポイントがあって、これが、ガードが外れます。え、そうなんですか？そうです。なんでメンテナンスがしやすい。そういうことか。はい。それだ。え、あ、勝間さん。分かった分かった。びっくりした。こういう感じでぶち壊したことがあるんでしょ。ここの爪がありましたね。はい。この爪を押すことで、はい、簡単に。自分でやっといて分からなくて今確認しました。ありがとうございます。外していただいて。で、ここのプロペラとかそういうところに溜まったホコリとかをほんまや。メンテナンスがしやすいですね。すごい。はい。なるほどです。っていう感じで、リモコンついて、あとここに液晶のモニターもついてという形で。はい、3アップさんの DC ターボサーキュレーター、これが1台目ですね。なるほど。はい、じゃあ次行きましょうか。はいはい。次こちらですね。はい、こちらはクワッツさんのサーキュレーターです。はい、フリーリーって言いますね。結構なんか回りそうな角度。デザインが僕こだわってるメーカーさんで、確かに可愛らしいですね。リモコンもちょっと軽みのある。つくかな、これ。あ、つきましたね。普通に風が、今日から選べて、向きも首振り、タイマーもついてますね。そうですね。可愛らしいな、これ。丸みがあっていいですよね。なんかインテリアすごいこだわってる方とかね、こういうの良さそう。まあポイントとしては伸縮式、ここが伸びます。そうなんですか。はい。あ、ほんまや。伸びる。お、あ、結構伸びるやん。そうなんです、そうなんです。危ない。高さあるのいいですね。いいですね。ほんまや、伸びた。おお、調整。あ、これ手動で手でこうやってやんやん。そうです、そうです。上向くやん。上も向きますね。全然。すごい。高さいいですね。下にコンパクトにもいいし、こなせるし、伸ばせるし。確かに。これはお値段は？こちらはですね、14,080円です。ああ、まあまあそういう感じですよね、イメージ。うん、そう、デザインがね、スタイリッシュっていうのもありますし、こちらも一応 DC なんで、はい、風量は結構細かく設定ができます。なんで6段階切り替えですね。あとこちら充電式なんですよ、これも。なんでこれ電源を今外しましたけど、それいい。はい、使えます。そっかそっか。いっぺんちょっと電源を入れてみて。はい。何時間ぐらいいけるんやろこれで。これで充電を1回すると連続で弱で18時間。あ、全然。そうで3時間ですね。すごい。そんなになってくれんやん。そうですね。だから家で場所選ばないで充電しとけば。マキッチン持ってったりとか。いやもうコードありがたで、コードやっぱ危ないんでね、使ったりもするし、なんかね、やっぱない方が絶対いいんで。いや嬉しいな。で、あとですね、ワンズさんはこれがちょっと一遍電源を切っていただいて、すごい持ち運びってこと？そうですね、充電式なんで、最初から袋ついてるんで。素晴らしい。これの中に入ってる誰も思わないですよ。すごい。サーキュレーター持ってきたよってなかなか言わないと思うんですけど、めっちゃいい。持ち運びがすごい楽っていうことですね。これがフリーズでした。はい。次、小型シリーズで、じゃあこのままクワッツさんまた行きますね。これもまあデザインが可愛らしい。確かに可愛い。はい。サーキュレーターあります。このリモコン入れるところが可愛いな、後ろの。そうですね。なんかこう、なんか出てんのがいい。出すのこれ。こういうの好きで、これ好きやわ。子供やな。こういうのええわ。カチッとね、収まる感じもね、可愛いですよね。お、つきましたね。持ち運びほんま、これこそ便利ですね。軽いわ。木目の持ち手がまた可愛い。可愛い、可愛い。これは色は白だけ？ホワイト？白とあとネイビーもあります。あるんだ。はい。で、上下左右いきます。本当だ、上も来た。結構コンパクトなんで。そうですね。まあ可愛らしいし、まあ場所を取らないっていう良さがありますね。しかも本当に軽いです。軽いですね。ちょっといいですね。扇風機、私ちっちゃいのないんで。いや、いいですね。いいです。やっぱだって移動させられるもん、楽ですよね。まあね、これだったらさっともうここに持ち手がついてるんで、パッと持てるっていうのがありがたい。でまたタイマーもついて。そうです。タイマーもついてます。すごい。これも DC ですよね。そうです、これも DC です。言いたくなりましたね。でこれもコードレスになります。おお。はい。なんで今電源を外しても使えます。本当だ。使えてます。そうですね。なんでまあ家中持ち運びもまあアウトドアとかそういったところに持ってっても別に全然使えるっていうところがポイントですかね。はい。はい。いやすごい。お値段がこちらは14,080円ですね。それぐらいで上がってきますね。そうですね。まあデザインがね、スタイリッシュで、これもクワッツさんはほぼついてるんですけど、あ、またまた同じです。袋付きですね。ちょっとはいはい。すごい優しい。そうですね。めっちゃいい。これ信じられへんくない？これに入ってるなんて。サーキュレーター持ってるとは思わないですね。びっくりしますよね普通に。なんかお疲れみたいな。サーキュレーター持ってきたよっていう。何持ってきてるんだ。すごいよ。お家に持ってます？こういうのあります？あ、サーキュレーターありますよ。はい。あるんだ。ありますあります。ないんだよね。ちょっとこうガチでちょっと見定めます。さて続いていきます。今度はこちらですね。ちょっとドラえもんみたいな。うんね。可愛いロボットみたい。さっきじゃん。はい。ちょっと重さがあるかな。ありますね。ちょっとねさっきまでの比べるとちょっとサイズの差はありますかね。だから多分もう OK です。風量。結構くる風量。そうですね。やっぱ重いというかしっかりしてるだけねありますね。大きくなるほど。タイマー、首振り。はい。音符も一応あるんだ。そうなんですよ。すごーい。これが最大の特徴ですね。はい。年中いいやん。年中いけます。あ、まさにそう、そうなんですよ。あったか。そう、ヒート&クールっていう、まあその名の通り、まあ温風もまあ送風もできるというまあ商品なんですけど、あとはまあ真上とかも作って、まあ衣類乾燥、はい、確かに、もう服を部屋干ししてる時に当てながら、その衣類乾燥モードでちょっと温風を当てながら、すごい、めちゃめちゃいい。え、これはコードレスではない？これはコードレスではないですね。すごい。お値段は？お値段は12,650円です。意外と安いんですね。もうちょっとすると思いました。温風があるから。あ、そうですよね。まあヒーターもあると思えば、これ1台でサーキュレーターとヒーターとまあ2台ある意味一緒についてるようなものなので、はい。そう思うと軽く感じる。なんかもっと重くてもいいのにと思っちゃう。ああ、もうそんだけの機能ついてる割には軽い。そうそう。なるほど。これがスリアブさんの衣類乾燥機能付きサーキュレーターヒーターのクールですね。はい。その名の通りですね。いや難しいな。あったかい風まで出るとは。そうなんですよ。ですよね。はい。いいな。なるほど。はい。はい。そうですね。結構機能がねいろいろありますね。確かに。これも先行っちゃうと同じです。今のヒート&クールシリーズのまあ違う方というか、シリーズとしてはヒート&クールなんで。まあ衣類乾燥機能がついてます。あったかくなるな。あ、そう、暖房もついてますね。すごい。結構でもちゃんとくる。そうです。あ、なんか最初ちょっと一回強く出て戻るっていう。高さが変わるんだ。高さ変わる。あ、よくすぐわかりました。そうですそうです。それがマックスですね。はい。なので逆にあれ。はい。後ろにボタンがあってカチッってやったら鳴りました。すごいおしゃれですよね。おしゃれですよね。扇風機って感じじゃないから、はい、なんかお部屋に気を使ってんじゃなって分かりますね。これ置いてたらそうですよね、インテリアもね邪魔しないっていう、そういうところがあると思います。お値段こちらは、はい、ですね、まあ16,280円。ああそうなんですね、はい、意外と音符もつくけどそんな感じなんです。そうですね。ちなみに部屋干しできるって言って実際どんぐらい効果があるのっていう、普通に部屋干しすると確かにっていうのがあるじゃないですか、これ一応衣類乾燥機能使うとメーカーが計測してるんですけど、3分の1ぐらいになります。そうなんですか。そうです。通常部屋干しで9時間かかるようなものはもう3時間ぐらい。いやめっちゃいい。そうだから明日ちょっと着たいなみたいな時にもう夜部屋干ししてこれつけとけば。そんなやっぱ風で変わるんですね。変わります変わります。あ、私これ使ってないから、はい、部屋干しした時にまあそれぐらい変わりますよね。9時間とか12時間とか冬やったら、それがそんなことないんだ。それやるだけで暖房機能、まあ衣類乾燥機能使う時は温風も出るっていう風プラスあったかい風なんで乾かす。あ、そっか、すごい。そんな時間縮められるんですね。そうなんです。やっぱ使ってます。これ実は僕ヒーター&クール持ってるんですけど。そうなんですか。めっちゃいい。そうです。便利ですよね。便利です。めちゃくちゃ便利です。使えます。じゃあ最後。はい最後。いただきます。こちらですね。しっかりしたのが。重いですか結構。あと意外と意外にサイズの割には多分重さ感じないと思いますね。びっくり確かに。リモコンがあって、リモコンのなんかこっちも大きいのなんか入るんですかね。なんか入れられるのか。あ、入れられます、ね、はい。スマホとか何でも入れられるまあスマホをそこに入れますでも全然まあ入れられるけど確かにちょっと手近に置きたい時にはいいかもしれないですね面白い何入れんねんっていうこれも動いて、あ、これおとなしみたいなんですか、もしかしてこれ静音モードがありますかね。すごっ、何やろ、風量6段階切り替えと、うんうん、まあちょっとしたことですけど、はい、ここにボタンついてるんですけど、通常ここなんですよ実は、扇風機とかこういうの、うん、確かに、はい。この上から立ったまま操作できる。確かにしゃがまなくてもいい。そう。意外とこれなんか嫌じゃないですか。面倒くさいというか。確かに。一応ですね、まあここがですね、実は外せて変えれるんですよ。あ、低くできる。そうですそうです。すごい。うまい、外れるこれ。そうなんです。何週ぐらい、これぐらい、ここでつけっぱなしでやってるから、私が。そうですね。あっ、すごい。そうすると、はい。ここで。おお、ほんまや。そうです、そういうこと。はい、そうですね。ほんまや、低くなった。なんで、まあ、さっきこれがついてたんで。これここに入れる？違うか。あ、違います。めっちゃいい。これでここの面も大きいですよね、うん、そう、なんか風もね、羽が大きいですね、はい、またなんか出てても全然こう可愛らしいのがやっぱいいですね。そうですよね、うん、うん、で、これもう一個特徴があります、はい、何やろ、名前が実はこれ、クワッツさんのスイッチエアーって言うんですけど、なんかそこから分かることあります？スイッチエアースイッチエアー、空気が変わるってことやね。あ、まあそうですね。でもまあ変わるのは空気の方じゃなくて違う部分が変わるんですよ。何が変わるの？色？いやいや色変わる。これ変わる。レインボー。レインボー。何ですか？なんでしょう。ですね。はい。実はここのヒント、ちょっと電源切って。電源切って。はい。ここにヒント。これ実は電源なんですけど。はい。まあここだけ見ると。うん。普通じゃないですか。はい、普通は電源ですけど、ピッと外せて。ほんまや。これ見たことないですか。それはパソコン？あ、いや USB。あ、USB。パソコン。USB です。USB。USB ですね。っていうことは。ってことは？スマホのバッテリーにさせる。そういうことか。そうなんですよ。これスイッチエアーっていうのは電源をスイッチできる。なるほど。なんでだからパソコンからも電気盗めるんじゃないですか、逆に。あ、いけるか、やってみましょうか。うん、もしかして。あ、でもいった。すごい、ほんまや。ちょっと風量の問題はありそうだけど動きますね。動きました。え、すごっ。そうだね、ほんまや。ちょっとマックが怖い。うん、やめましょう。すごい。でかつさっきも外しましたよね、これね。これ外せるんですよ。なので全部分解できます。え、これも外せるし、あとそれちょっと外してもらっても。これも、はい、まあ当然さっき外したんで。でかつこれも外す。もうどこでも使える分、まあこれは折りたたみではないんですけど、持ち運び用ってこと。でここに、うわ、ほんまや、これですね。すごい、ちょっとびっくり。すごっ、やっぱ片付けやんな、これ。いいですね。そうですね。場所取らない。うん。でもこんな感じですよね。そうですね。まあそういう感じで結構バラバラに分解して収納できる。うん、助かりますね、収納。で一応まあクワーツさんなんで。そっか。それがいけんや。そうですね。まあめっちゃすっぽりいけんねや。いけますいけます。これ気持ちいいですね。ここまで考えてくださってるんやっていう。しかもこれ変な話、別にお買い物でも使いますよ。そうですね、そのぐらいのねシンプルさだったらちょうどいい、うん。今エコバッグね、大事なんで必須。このままも横でいけます。いきます。はい。あ、全然そのまま普通に持てます。そうですね。うん。いや、すごいですね。はい。バッテリーがあれば使えるっていう。はい、でしかも大きさになりますからね。うん、大きさのものがまあこのぐらいになるんで。うん、はい。しかもちゃんと全部こうやって絞れるんです。あ、そうです。絞り好きです。これがまたいい。これもでも片付けられますもんね。できますね、うん、はい。ちょっとびっくりですよこれね。これで全部、これで全部です。これ悩むな、ね、どうしましょう、うん、それぞれに差があるからですよね、はい。じゃあまず3位はお値段であの子です。あ、やっぱり大事ですよね。大事です。やっぱり安いですよね、群を抜いて。そうですね。やっぱそれでも全然しっかり涼しくなるし、ちゃんと使えるし、でもそんな重くないし、見た目もね。そうですね。これは重さがってるし、全然めちゃめちゃいいと思います。3位はスリーアップの DC ターボサーキュレーターですね。そうですね、めちゃめちゃいい。値段が素晴らしい。そんなにコスパ大事ですね。大事です。はい、じゃあ第2位お願いします。2位はもう取っ手のあの子です。あ、なるほど。やっぱり持ち運べるっていうのが小型の一番大事なとこだと思うんですよ。なんやかんやなんやかんやね。でもしかもそこを気にしてくれてるのがまたいいです。このまあそう持ち運ぶっていうところにもちゃんとね考えてくれてますね。考えてくれてます。で軽いし楽やし、このままねそこで風が来るじゃないですか、コードレスで。これいいですよ。でカバンとね、さあカバンつけて、でこれもエコバッグとして使います。惜しみなく使います。地元だったらもう全然これでも買い物で行っちゃいますよね。ほんまに、うん、これでしたね。ですね。はい。はい。クワッツさんのティンバーですね。はい。これが第2位です。はい。はい。第1位お願いします。1位はまさかのこの子です。もう高さの調整できる、冷たくもなる、あったかくもなるこの子ですね。やっぱ洗濯物の話もさっきね。お伺いしてなるほどなと思ったし、やっぱり年がら年中使えるのもいいなと思いました。そうですね、高さでそう出し入れも必要なくなるし、置いとけるし。そうですね。あとはやっぱもう可愛さも大事かなと思ったんですけど、はい、もう便利というか機能性がやっぱね一番。一番どの機能が良かったです？やっぱ冷たくなって、しかもあったかくもなる、高さが変えられる、なんか家の中を考えた時にもう全然めっちゃ使えるなと思いましたね。なるほどなるほど。例えばなんかあんまないけどこういう時になんかこぼしましたとか、ここに狙ってここに音符当てたりとかできるじゃないですか。できますね。これがあったらすごく便利そうとか、ペットちゃん飼ってさ家でシャワーとかじゃないけどしてあげてこれ当てといてあげるとかさ。ああなるほどなるほど。近かったらなんかあ怖いやん、なんかワンちゃんとか猫ちゃん、そっか目が近すぎて、はいはいはい、なんかジャンプして狩りとかならへんしとかいろんなこと考えて、めちゃめちゃ家に置こうとしてるやん。いやこの子かな。すごいリアルですね。リアルに、はいと思いました。意外でした。いやでも意外じゃないですね。これはね機能性ではね結構ね出てるんで、出てますね。素晴らしいと思います。じゃあ第1位は3アップの衣類乾燥付き3リアルサーキュレーターでした。すごいよこれ。いいですか。はいおすすめですね。一押し。まあね今ちょっと暑い夏に撮ってますけど、もうこのまんま秋も冬もでまた一周回って春夏とずっと使えるんで使えます。素晴らしい。インテリアにもいいですかね。全然いい。マッチしますよね。わかりました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これが第1位でした。でした。そうですね。今日も、たくさんサーキュレーター紹介させていただきましたが、お気に入りの商品ありましたでしょうか。概要欄にすべての商品のリンクついておりますので、よろしければ商品ページご確認ください。ください。よろしければ感想とかいいねもお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。